はい、皆さんこんにちは、登山の YouTuber りょうじです。今ね、私ね、エビの高原に来てるんですけれども、今日はね、1月の1日という形で、唐国岳に登ろうと思っております。まあ、こんな感じですね。駐車場はね、結構大きくて、正確な台数とかはね、テロップで入れておきます。でこっちが第一駐車場で、奥にもありまして、あともう一個ね、有名な登山口で言うと、太郎池駐車場があったりします。まあ九州ね、あったかいイメージあるんですけど、ここのね、霧島連山は結構雪がこんな感じで積もっているので、まあ結構かなり寒いという感じです。はい、それでは唐国岳編始まります。で、コースタイム簡単にご紹介するんですけど、海老名高原から最短ですかね、まあ1時間35分でね、山頂には着きます。おはようございます。よいしょ。昔火山の影響で、ね、行けなかったんですけど、おはようございます。今歩けるようです。おはようございます。まあ上りも下りもそこまで標高差がないので、気持ちよいね、朝活になるんじゃないかなと思います。山ちゃんが百名山何座目でしたっけ？74、5、5、5、5、5、はい、危ない危ないっていう感じでね、関東の旅行ってきます。陽岳火口展望所までまず歩いてるんですけど、まあ、ひたすらこういうね、樹林帯な感じです。でも観光でね、来てる方も大変多いですね。登山なのかちょっと散策なのか。歩き始めて約25分です。陽岳火口展望所に着きました。ここですね。おはようございます。はい、これが硫黄岳らしいですね。噴火してますね。ルートはね、本当にね、ガリガリに凍っててね、すごく歩きづらいです。2回ぐらいこけちゃいましたね。朝いたのがね、あそこかな、ちょっと遠いんですけど、結構もう歩きました。どう山ちゃん、この霧島の雰囲気は？いや最高ですね。見てください、あそこ、はい、地球飛んでますよ。地球飛んでますね。いやー、なんか登った山と違う、今までと雰囲気。ああいうのはあんま見ないよね。一応ね、火山の博物館って言われてるのよ。いろんな種類の火山がたくさんあるから。はい、以上です。あれもそうだよね、きっと噴火口だよね。あれも噴火口っぽいね、雰囲気、ね、あそこら辺。ああね、まあ、あれもね、もう全部そうだよね。じゃあ行きましょうか。はい、今4合目過ぎたところなんですけど、もうね、木から出てね、樹林帯から抜けて、まあ、どこ向いてもね、視界が良くなってきました。でもどこが何県の方角とか分かんないですね。よいしょ。唐国岳はね、すごいね、火口が大きいし、大波池かな、多動池かな、ちょっと読み方忘れちゃったんですけど、その雰囲気もね、とても綺麗なんで、まあ新年からね、絶景をね、お届けできると思います。今5合目に着きました。残り 0.9 キロと、まあ、片道2キロ弱ですかね。5合目にはね、小屋らしきものもありますね。このルート私初めてなんで、なんか新鮮です。そろそろね、7合目に着きます。それとレポートするとこは少ないですね。まあ、強いてあげるんだったら、ちょっとね、火山帯らしく、火山系の岩ですかね。まあ何岩って言えた方がかっこいいと思うんですけど、ちょっとね、岩が増えてきました。もうあとちょっとです。あと600。今8合目ですね。7、8間がね、もうほぼ平坦な、歩きです。鹿児島がよく見えます。
上の方はね、雪が少ないですね。多分吹っ飛んじゃってるんだと思います。非常に緩やかなね、まあ、上りばっかりなルートなんですけど、まあ、確かにこれは歩きやすくてね、一番人気なのかな。一応大波池、太郎池でしたっけ、あっちの方ばっかり私行ってたんですけど、まあ、こっちはこっちはいいですね。約1時間ぐらいですかね、1時間2、30分で、軽く200着きました。上はこういう感じでね、岩がすごいんですけど、こっちに火口があります。よいしょ。結構落差ありますね。すごくない？爆裂してんのよ。大絶景広がってますので、映像をご覧ください。見てください。はい、高千穂です。かっこいいですね。登り行きたいと思います。はい、カラクニ岳終わったんですけど、高千穂峰っていう山に行こうと思ってたので、ここの山はね、あれなんです、めちゃくちゃ絶景もそうなんですけど、坂本龍馬と、その奥さんがね、新婚旅行行った地になってますので、いいね。またこのおじさんと、はい、行ってきたいと思います。行ってきたいと思います。ゆるっとね、ゆるっとコースタイムを受けていきます。ゆるっと行こうと思います。ちょっとまずはね、高千穂の峰なんですけれども、見どころとしてはね、大きなお釜と山頂にはね、何でしたっけ、逆さに剣が刺さってるんですよ。なるほど。その剣を昔もう誰にも抜けないって言ってね、伝説のやつだったんですけど、龍馬が抜いちゃったっていう。いや、何してんだよ龍馬。そう、ノリで抜いちゃったっていう。いや、確かあってたと思う。はい、最初は神社にまずね、だらだら向かいます。はい、天孫降臨の地来ましたけど、天孫降臨ってなんだか知ってますか？一緒です。来ますか、天孫。昔神様がね、はい、なんかここら辺になんか霧の中に島あんじゃんみたいな、ちょっと行ってみるっつって神様ここに降り立ったんですよ。ほう。あ、ちなみにこっちじゃないです、ルート、うん、はい。鳥見ないと。あ、鳥見ます。で、あれ山頂じゃなくてね、見えてるのがね、お釜ですね。よいしょ。霧の中にある島だから。あ、霧島ね。そう、島だと思ったらしいですよ最初。おお、上から見たのかな。上からでしたね、やっぱ神様なんで。だらだら撮っていきます今回。はい、よいしょ。コースタイムね、上り今2時間なんですけど、まあ、結構ねルート自体は面白いんで、最初は、まあ、こういう石畳っていうんですかをまずは、まあ、10分ぐらいですかね、階段交じりも含めて歩いていきます。樹林帯の中なんでね、特に何かが見えるとかはないです。今度は階段です。まあ、こんな感じでね、足上げ運動みたいな感じです。ここまでは整備されてますね。まあ、ひたすらちょっと登っていこうと思います。今20分ぐらいですかね、経過して、ちょっと登山道の様子が結構変わってきました。小粒とね、大きな岩がね、混ざったような感じで、で町に向かってね、やっとね森林限界も越えてくるようなところです。いや、でも暑いね。暑い。いや、じゃあ帽子暑くない？暑いよ。4月の一日とは思えないほどのね暖かさで、ちょっと汗かいてます。だいぶきつい登りが始まりました。まあ、こんな具合です。
ここゴツゴツしてるんで、多分今日で唯一注意しなきゃいけないところですかね。この感じの登山道なんかある？似たとこ。富士山とかさ。あ、やっぱそうだよね。一緒だよね。じゃじゃしてるよね。あ、富士山登ったことあるんだったらこんな感じですね。朝いたのがあっちです。あれあれが唐国ですね。で真ん中に新萌岳があって、そんでね登り始めたのがねあれですね。やっぱ疲れるね。どうだ山ちゃん、高千穂のお釜はすごいでっかいね。すごいね、あっちの地層も見えてるもんね。春はね三山霧島でね、後半がピンク色になる。そう、花が咲くんよ。で山頂がね、日本の国旗立ってますね。多分いつも立ってないんですけど、まだ結構あります。ここからね、平坦な馬の背っていうところを歩いて高千穂の前の登りに一気に来ます。はい、じゃあここからね、お鉢じゃないんですけど馬の背って言われるね絶景ポイントを歩いていこうと思います。こちらご覧ください。お鉢も終わりましたので、ここからはね一瞬下って登り、最後のねアタックになります。あと 600m ですかね。まあでもかっこいいですよね。いや、これが百名山じゃないのはね納得がいかない。もうそう思えるほどねめちゃくちゃかっこいい山ですよ。何ですかこれ。初心者でもね片道2時間ぐらいでね、行けるので、ほんと始めやすい山。まあ、ちょっとね岩がゴロゴロしてたりするので歩きづらさはあるんですけど、超危険な部分はあんまないかなっていう感じですかね。よいしょ。約1時間15分経過しまして山頂着きます。1月1日2座目です。高千穂の峰着きました。寒いですねやっぱ、鹿児島といえど。これがね天の坂鉾ですかね、合ってますかね。国旗がなびいてて、なんか神明らしいですね。感じで、いかがでしたかね。唐国高千穂、絶景で目白押しだったんじゃないかなと思ってます。両方ともね、初心者の方でもまだ登りやすい、お子さんとかが結構ね登ってる方もいますので、ぜひ、鹿児島に来たら登ってみてはいかがでしょうか。終わりです。以上です。バイバイ。はい、じゃあエンディング、帰りの様子なんですけど、すごくね見たこともない景色の感じ、だと思いますので、こちらをお届けします。